はい。えっと、今回はですね、あの、KDDI の,の先日の大規模障害ありましたけど、え今度え、いつ起こるのかっていうのをカバラから、えぇ、ーまあ、ほぼ断言しておきたいなと思います。何も変わらなければ、その時に起こると自分は見てます。えぇ、ー、えー、KDDI、えー、実はですね、実は、 えー、これ2013年にも起こしてるんですね。2013年4月27、5月29から5月30、えー、障害を起こしてます。はい、で、これが意味するものっていうのは、あの、あ、まずど、どういう障害だったかっていうと、2013年。あ、ちょっと字汚いですけど。 え、au の 4G, えー、LTE 対応機種において、データ通信サービス及び音声通信サービス等がご利用できない、または、利用し、ご利用しづらい状況が発生したっていうふうに、確か、あの、書かれてます。こういったことがあったんです。で、あの、自分は、カバラから言います。えっ、ー、と、 カバラっていうのは前にも言いましたけど9年周期だと言いましたつまりカバラっていうのは歴史を繰り返すんですねはいえー、っとズバリ言うと KDDI が今回の件を受けて何も変わらないでねあのそのまんまあのー、今まで通りとかしてたらまた起こします抜本的な 対策を行わなければ、また大規模障害が起きると断言しておきます。えー、先ほども言ったように、カバラは歴史を繰り返すんで、えー、こういうことです。今年は2022年、246、カバラで6の年でした。 で2013年のもまあこれは台付けていいのかわかんないですけど障害ではありました台ではなかったかもしんないですけど2たす1たす3これも6の年だったんですね次ええかばは歴史を繰り返す9年周期えー、2031年に起き,起きる可能性が大です えー、その場、もう、カバラっていうのは、もう、えー、ほぼカバラで見えてくるんで、歴史っていうのが。えー、今回の件でね、抜本的な対策何も行わなければ、ここに起きると自分は断言しておきます。これも6の年なんで、9年周期なんです。9年。9年。はい、9足してみてください。この年になるんです。 なので、あの、au ユーザーは、早めの決断した方がいいと思いますね。あの、kddi は、えー、何か、もう起きないように対策をしなければいけないですし、<laughs> au ユーザーは、kddi を信じられなければ、今すぐやめた方がいいと思います。以上です。